横浜さん。Matapos si dispatcha na ni Floyd Mayweather ang kanitatakutang si Angelman Freddy sa loob lamang ng 2 rounds. Nasa panahon na ito ay ganado pa itong si Floyd na inakaut ang kanyang mga kalaban. Subalit nang mapatapat naman ito sa isang matibay na Argentinian na si Carlos Rios, hindi imubra ang pagiging knockout artist nitong si Floyd sapagkat kahit nagawa niyang manalo sa laban ay hindi niya naman napabagsak itong si Rios at nagawa pa nga siya nitong pahirapan sa kanilang bakbakan. Pero bago pa man itong makalaban ni Floyd, isang Pinoy muna ang nagpalasap ng unang talo sa kanyang nakalaban na si Carlos Rios. Nang mapadayo nga ito sa Pinas taong 1997, nasa panahon na ito ay undefeated pa itong si Rios sa kanyang kartada na 39-0 at 29 na mula sa knockout. At ang Pinoy nga na kanyang nakalaban naman ay ang tinagurang lindol ng Pinas na si Luisito Espinosa. Nasa labang ito na may dinepensa ni Espinosa ng 5 beses ang kanyang WBC World Featherweight title. Sa unang round pa lamang, isang ma-action na laban agad ang ipinakita ng dalawang fighter. Carlos Diaz. どうしてだ。簡単になります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 
チを出すのはどっちかくのダブルトリプルですね。それはロブローもそうですが、先ほど頭を当たったようです。距離をしっかり置いています。ルイスト、右から左を返していきます。挑戦者、またコーナーに入ります。左から見事なカウンターです。このリオスもボムを振り回してくる選手ですね。ドンピシャで入りました。今左フックうまく入りましたね。西出さんもついてるようですね。そうですね、彼の息子さんが西出健一さんで、一時期リカルド・ロペスのトレーナー、スパーリングパートナーも常にメキシコから。ルイヒト相変わらずの肩幅を見せています。背中、浜田さん、挑戦者の Look at that right, Ronnie. Yes, but it was a little jab. Look at that. Rios goes in. 好きなパターンなんですよね。わあ、ここでリオス行ったんですか。これはバッティングなんですよ。お、聞いてますね。ところがですね、コーナー、これ青コーナーを私たち選んだんですよ。はい、チャンピオンなんですけどね。はい、後ろから見てたら倒されたと思ったんですよ。ダウンしたと思った。で、ああ、今のダウンじゃないんですね。ダウンじゃないです。これ頭がぶつかったんですよ。はあ。ああ、それでですね、ここでね、コーナーしたからね、ワンミニット、ワンミニット。行ったんです。はい、1分休ませてくれ。あ、ただルイスとまだフラフラしてるんですよね。はいはい。さあ、しかしルイスとは戦い始めました。これ完全な回復はしてなかったんですよね。確か1分間そのまま使えばいいのに、ええ、あーちょっと危ない危ない、ダメージまだありますよ。かなり攻め込まれています。リオス大きなチャンス、振りほどきます。もうここはピンチですよね。攻め込まれています。もう一回いきます。バッティングダウンです。ですね、さあ、そのバッティングなんですね。もう頭ですよね。パンチ当たってないんですよ。
このアングルがよくわかるでしょう。ああ、頭なんですよね。パンチは当たってないんですけど、はい、私はディスタンスやストレートですね。ボディ打ちました。第1ラウンドはルイシトがダウンを奪っています。さあ行きます。よし、まだこの辺りも反応が鈍いんでしょうかね。まだちょっとはっきりしないあのバッティングだったんです。まあそれが分からなかったのか、先ほど浜さんがこの一発ですね。だからこれを警戒しながら、中途半端な警戒ではあったですね。なるほどね。やっぱりこれはいいダウンでですね、あとちょっと話したんですけど、あれで終わったと思ったらしいんですね。ところがリオすぐ立ってきだから、まあ、警戒するんだったらもっと警戒しながら、行くんだったら行くという、やっぱちょっと迷いがあったでしょうね。なるほどね。ただ暑かったのセサルソトの試合みたいにもっと足を避けながらですね、ひょっとしたらこれ長い試合になるかもわからない、まあ、体はそんな選手だと思いますね。世界1位も上がってくるだけあって、また呼び込みます。あれが好きなんですよね。引いといてグッと左持っていきました。もうおやる大きな打ち方ですね、あの左フックは、はい、あっとこれは低いかったようです。これは限定、いや違いますね、注意だけです。注意ですね。からできれば左フック上までその返せるチャンスが、もっと左を出したいですね、ことなんですけど、やはりルイストはですね、左利きなんて大体行くっていうぐらいの自信があるんですよね。さあまた攻め込んできます、ルイスト。相手がサウスポーの場合はあの左顔面に近いですからね、ただ右の選手の場合はやはりジャブ、それもアクシデントだったですよね。世界タイトルマッチ中継ないっていうのは、アナウンサーと解説者がもうすぐフィリピンから映像が入りますって言いながら引き伸ばして引き伸ばして1時間が終わって、申し訳ありませんで終わったらしいです。小泉さん、このラウンドの指示はもう行けというだけと。だからジャブのスピードがちょっと戻ってきましたよね。おかしくなりましたが、ルイシトダウンを取ったということもありまして立ち直り見せています。おっと危ない、右を狙います。左、なかなかこのリオス迫力ありますね。ありますね。さあコーナーに詰まりました。見え飛び込んでいきます。今かぶせた左ですか。左フックから右アッパーですね。まああと別アングルのダウンシーン出ると思いますけれど、はい、左フックが当たってそれが効いてたんですね。あ、それ左フック右アッパーですね。あ、これは効いてますね、あ、そうですか。これは効いてますね。左がまた当たりました。もうセコンドとしてはもういけいけですか。まあここはですね、もうルイストの本能に任せてるんですよね。あ、そうですか。だからもう、もちろんゴーサインなんですけど、はい、ただ時間はちょっともうできるんですけれど、そのルイスさんであるマネージャーがね、助けてました。まあ例えば日本の選手にレフトっていうに入るかって言ったら、やっぱりその君の言葉で言ったとその場合は確かにそうですね。さあ決めに行っています。このラウンド出てますよね。フィリピンでワンツーっていうのはカリワカナンっていうんですよね、はい、カリワカナンって、カリワっていうのは左右、左右っていうんですよね。これが効きました、これが効きました。押さえつけるような右、ラッシュします。ゴーサインかかってますが、このラウンド行ってますね。左で狙いをつけて右を絞っています。あの左で狙いつけて右打ち込むっていうのは、これはハンズ戦法なんですよね。ああ、はいはい。まあルイストはハンズが好きでですね、そのこのハンズ戦法ですね、これもルイスト得意なんですよね。あ、表情を見て止めました、ジェイネイディレフリー。しかももうフラフラだったですからね、はい、本人は直せだと首を振っていますが、ちょっとふらついてましたね。まあ苦しかっただけに嬉しそうですね。
5度目の防衛に成功です。ああ、そうですね、この表情一番嬉しそうな表情です。